はい、こんにちはくんです。ということで今回は建築しりとりをしていくわけですが、今回の建築しりとりはですね、相手がお題が分かりません。つまり前の人の建築を見て想像して、例えばリンゴっぽいものを作ってたら、あーリンゴかなと思ったらゴリラを作ると。でゴリラっぽい何かを作って後ろの人に伝われば破綻せずにいけるんですけど、これ猿かなと思って猿を作っちゃったらアウトっていうような感じです。一応前の人の建築を見れるようにしてるので、まあ、そんなに破綻は起きずにしりとりが続行できるかなと。はい、タブの順番に左上からねやっていくので、そんな感じです。建築時間は、3分間とします。いや2分間にするか、2分間にしましょうか。だからさ、5分間だったらどうなるかっていうと、38人いるんでしょ、3時間かかるよ終わるまでに。3時間かかりますよ。なんなら1分、1人1分でいいんじゃない。1人1分どうすか。1人1分ブロック探して終わる。あ、そういうノロマのせいでできないこともあるよね。はい、じゃあ1人1分間とします。はい、ゲーム成立しますか。大丈夫大丈夫、俺たちはプロだ。お前ら羊毛まずあれしろ、手に持っといた方がいい。すぐ作り出せるようにしとかないとまずいと思います。最低限の色の種類の色ぐらいは。はい、じゃあおっぱいちくん最初のお題考えましたか。 OK、 はい、おっぱいちくん、はい、じゃあスタート。もう分かんないんだけど俺。分かった、もうこれでアッシー分かったの確定とかって言ってるけど、ガチで分からん。あーこれね。残り30秒ですよ。なにこれ、下手、はあのさ、いくつかあるよね。でもこれ自分が何作ったか覚えててね、ちゃんと。はいはい、あれね、これ何通りかあるぞこれ。二択だよな。はい、次、はい、作ってください。次です。どうすんの。これかこうなる。なんか勘違いしてない、なんか大丈夫これ。アッシーちゃんと考えてね。アッシー分かってる。やべえ、分からん、俺も分からんわこれ。なにこれ、マジでなにこれ、は、あ、何してんの。終わった。は、こいつ何してんの。いや、先般じゃないこれ。はい、終わりでーす。次始まってますよ、アッシーさん。じゃあアッシー何を作ろうとしてんの。アッシーごめん、アッシーずっ、アッシーな、何をやってんの。いやもうダメじゃない。お気持ち表明ダメだよアッシー。でもこれで合ってん。いやでもまあまあ、でも一個あるよね、これでわかるの。これ何のつもりで作ったかちゃんと書いてね、これアッシー。はい、次どうする？何のつもりで作ったんだこれ。すげえ混沌としてきたな。まあでも何を書いたかなんとなく分かったよな。でもはい、次おつん。これ分かる人いる、これ誰か。なんかみんな無言になっちゃって、なんか点点点みたいになってるけど、みんなこれ分かった人いる、なんかこれ。なんで、リアルで分かんないよこれ。おつんやばくね。あ、でもなんか、あーちょっと待って、見えたかも。次、あれ、次カエルくんですよ。カエルさん、あ、来た。続いてるのかなこれちゃんと。俺2つ目がなんか破綻の原因だった気がするんだけど、破綻してない2つ目でもういきなり。あ、でもなんかもうすごく分かりやすいもの書いてない。なんかこれは1つしかないよね。これ頭良くない？1文字はまさかのファインプレイかも。ハテナじゃなくない？これはさすがに繋がってるくね。繋がってる。俺繋がってると思ったけど、これに着目しろ。この緑色の変なこの南弁の方にこれに着目しろ。わかるだろ。でもこれがわからん。あ、多分ここからここは繋がってない可能性ある。これは剣ダミ友の見せ所じゃない？は？あ、いいね、さすが。持ち直してきたぞ。すごいね。うまい。頑張った。マジでファインプレイだわ、これ。そう、余った。初時間余り。次、土木風化です。はい、どうぞ。おー、いいね。頭いい。やばい。頭いいな。なんか、ちょっと頭良くなってきてない？おつんから、なんかカエルのおかげで持ち直して、頭いい。ただ、他の、デポンちゃんと考えとけよ。大丈夫、考える時間はあるから、ここ。待って、わからん。このゲーム無理かも。は？これでわからんってなる？これ、ちょっと待って。これはわかるだろう。直前だけでもわかるだろう。はい、次、デポンです。また何遍？デポ？デポ？
え、あってならん俺。ええ、わかんないんだけど。わかったけど色が。え、わからんわからん。何これ色違うくね。え、俺全くわからんわ。はーい、次です。次、土偶さん。土偶さん、土偶さん沈黙。土偶さん沈黙。あとは土偶さん次第だぞ。持ち直せるか。え、何これ。え、みんな、みんな、なんか沈黙しない？大丈夫？これわかる？いや、大丈夫、大丈夫。みんな、次の人見てみろ。見てみろ、次の人を。土偶くんの。大丈夫だろ？持ち直すよ。いけ、エビフライ。見せてやれ。勝ったな。マジごめん。ごめんじゃないんだが。フェイクボックスだよ。フェイクボックス沈黙してる。やばい、まずい、破綻する。フェイクボックス持ち直せ。頑張って、持ち直せ。なんとかして持ち直してくれ。続かないぞ。大丈夫、復活できる。え、こいつもわけわかんなくね。え、どうやって見んのこれ。あーでもでも、まあ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 、まあ、なるほど。でもでも、なんでそうなってるか分からんけど、まあ何を作りたいかは分かった。はい、次持ち直した。頑張って頑張って頑張って。分かるだろこれは。いや、しりっとりだろ。大丈夫大丈夫。多分フェイクボックスは汲み取ったんだ。まあ、どれくらい合うかだからな。合ってるかだから、しりとりが破綻せずに。ん、何何これ。ええ、わかるこれ。え、ちょっとまずくない？え、俺が想定してたやつと全然違うんだけど。ごめん、わかんないんだけど。え、最初のさ、愛のやつと似てね、なんか。あー、こいつやらかしてねえか。終わりでーす。これやばい。やばい、陰キャ転生だ。いや、陰キャ転生、もう早いぞ、早いぞ、早い早い。迷いがない、迷いがない。迷いがない、わかってんだよ、多分これ。迷いがないよ、なんの。あ、終わった。終わった、終わり。やば、早い。あれ？終わった？これ終わってね。英語でしょ。まあ書きかまがつなぐでしょ多分。え、何を作ってるかなんとなくわかるけど、これってつながってる？あー、まあつながるわ。つながるつながるつながる。カンタスケ、ヒカルにちゃんとバトン渡せよ。はい、終わり終わり終わりです。じゃあ次、カンタスケ決めてやれ。建築勢の意地。あー、でもこれは読み取れないんじゃない？いや、これ分かった。分かった。いやいや、終わりじゃない、終わりじゃない。終わりじゃないよ。ちゃんとついてる、ついてる、ついてる、ついてる。ちゃんと黒いのの上に火が。まあまあ、まあ、次の人の IQ が試されるでしょ。な、ヒカル。はい。開始。火つく？え、つくでしょ。え、つくんじゃない？全然つくでしょ。え、なんかフリーズしてね。あ、あれ？なんでもいいから作れ。先生？え、先生？やばい、組み取れてない。え、わからん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 俺。はい、終わり。次。ええ、これわからん。この頑張れ、組み取れ。この組み取れ。このの次、倉持だぞ。マジで頼むぞ、この。アエンビャッパー、わからん。倉持、いや大丈夫、みんな倉持いるだろ。みんな倉持がつなげるよ、ここから。大丈夫。あ、多分今あの計算してる。頭の中でプロは20秒あれば作れるから、時間はいらない。残り30秒。抗がん。次、まじで組み取れ。あのさ、ヒカルで破綻してない？なんか、まあ一回破綻すると持ち直せないよな、これ。なかなか。残り30秒。ヒカルごめん。ヒカル破綻させたな。え、終わり。え、前衛的一筆。匠の一筆じゃんこれ。すごい。でももうこれでさ、ちょっといけそうじゃない。またしりとりは続きそうじゃない。とりあえずは合ってるかともかくとして、続けてはいけるよね。次、メタボ。これの次は分かりそうだよな、さすがに。え、あ、分かった。あのマジャカリのおかげで分かった。もう これはうまい。これさすがに味噌スープ、これは続けなきゃダメ。これはハテナじゃなくて、いやこれで混乱はやばいよ。これは分かるよ、さすがに。前とのつながりがあれば。え、本気で？え、めっちゃ IQ 低いよ。なんでもいいから作れ。なんか書け、なんか作れ、なんか作れ。とりあえずなんか思うもの。最悪なんか作れば当たるかもしんない。
汲み取ってくれるかもしれないから、前の分かってくれたら、あ、長月が修正してくれる可能性あるから、これは何に見えましたとかって言って、え、いやいける、いやダメだ、これ終わるわこれだと。は？次、え、でもなんか長月早くね、なんか、え、めっちゃ早いよこいつ、なんかめっちゃ作ってなんか文字作ってないこいつ、迷いがない、書道家に迷いないんだけど、え、なこいつ何してんのこれ、侵食してる、見えた、え見えん、え俺見えんのだけど、あなるほど、あなるほど、見えた、俺も見えたわ、見えるよ、次、わからん俺、あー、分かった、夏うまい、猫の助がでもこれ分からんと思うな、え、待って、夏これ相手は猫の助だぞ、次は猫の助が分かるかっていうと、まずい、まずかった気はする、猫の助向きではない、頑張れ猫の助猫の助作れ、とりあえず次の人のこと考えないとまずい、ちなみにね、俺の前あるのじゃじゃなんだよね、わかる、え、わからん俺、え、あー、え、でもそれだけ作るか、普通、はい次、のるのるさん絶望、えっのるのるさん絶望、のるさんなんか作れ、なんかノリでなんか作ればいい、とりあえずなんか汲み取って、何かを汲み取れ、残り30秒、大丈夫、のるのるさんの後にゃんどるだから、ニャンドルがやってくれる、ノルノルさんあと20秒なぜか当たる、50分の1当たるから、あかん、ノルノルさんなんか作れ、なんでもいい、なんか置け、何か置け、残り10秒、ノルノルさんなんか置いて、何か置いて、何か置け、大丈夫、ニャンドルがなんとかする、1、0次、いやでもまあ何かわかるよね、まあつなぎはした、いやつないでんじゃんこれ何よ、いやだから総称してなんて言うんだよこれを、これ何、これ何をしてんのこれ、アッシーは何をしてる、任天堂、急げ、あー、いい、ありとりあえずあり、悪くない、はい次、悪くない、ちゃんと大丈夫、延命措置完了、のじゃじゃちゃんと見とけよお前、のじゃ、あーね、ええわかんのこれで、え、なにこれ、え、マジでわからん、え、台無しにしてない、なんか本当にこいつ理解してた、え、ペンペやばくね、のじゃじゃは分かってんの、はおい、のじゃ、もうちょっと頑張れ、なんだこれ、え、ごめん、分からん、繋がらんけど分かる、あー、分かった、ごめん、分かった、わかるかな、わかる、わかるかな、俺たちこれで食ってる、はい次、え、なにこれ、え、普通にわかんないんだけどこれ、なにこれ、え、なにこれ、は、次、せんや、まあ、物はわかるけど、何かなんとなくは、これ何と解釈したんだろう、あと8人ですよ、は、え、ごめん、何してんのこれ、え、これから何を汲み取るんだ一体、次、姉さん、これ姉さんが何をするかだな、あ、なんかすごい大きく取り出したぞ、姉さん助けて、俺たちを救ってくれ、え、これで完成、なんだこの2つの色は、ゴキブリの卵、次、タケルト、みんなタケルト安心しろ、次は誰かわかるだろう、剣丹塩、建築税だ、次は丹塩さんだから間違いなくできるぞ、安心しろ、タケルトさん、あ、何か物を作れ、とりあえずそれとわかるようなものを、とりあえずは50分の1当たるから、最悪、は、え、次、タンシオさん、任せたぜタンシオ、見せてやれ、計算中、は、え、これどっち、あれ、これ殺された、
え、こっち？え、どう繋がったの？まあでも、まあ、まあ多分できるよね、でも。あーあ、うまい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 。とりあえず、こっから続きそうな気がしてきた。これはうまい、普通に。次。あ、どっち選ぶか、確かに。それはあるね。え、何これ、え、これ分かってる本当に。マジとんがり、お前後で問い詰めるからな。え、いや何かは分かるけどさ、どう繋がるの。次。え、うそん。まあまあ何かは分かるけど、あれ、湯丼。いや、ほう、いや、これは分かるでしょう。流れいい流れいい流れいい、きたにょ。はい、どうぞ最後ユッキー作ってくれ。これもこれも一つのあれか。お、みんなわざとわざとわざと、これ物語性ある演出がすごい。早く答えてみよう。え、これ最後答えるのはオパイチだから、オパイチが当てて、でどんどん遡っていくから答え合わせは。終わりでーす。さあオパイチ回答をどうぞ。ちなみに俺は分かりません。パインアップルは？ユッキー、何だと思って何を作ったか言って。前の人は何だと思って、ラッパだと思って、は？え？え、鍵じゃね？え、鍵でしょこれ。え？ラッパだと思ってパイナップを作って、え、ラッパなの？え、ラッパなの？俺鍵だと思ったんだけど。あ、じゃあパイナップル当たってんのか。あー、これってこっちか。俺これあれかと思っ、あ、どうぞどうぞ。ごめん、俺が言うとまずい。じゃあユードお願いします。何だと思って何を作ったか。コブラ、ラッパ、とんがりは？ここまで完璧じゃない？うんこ、コブラ、タヌキは？ここも大丈夫だね。牛乳、うんこ。はい。タンシオくん。サクランボから牛、母乳。は？母乳？まあ、サクランボ。牛置いたし。で、牛じゃん、母乳って。あはー、なる牛。タンシオのお母さんか、あれ。あー、タンシオ目線ではお母さんだ。確かに。IQ200。でも、お母さん殺してた。え、これは何ですか？タケレトさん。これ何です？理解できなかったから、桃。これも破綻じゃね？サクランボで桃だから。はい、1破綻発生しました。はい、姉さん、それは黄色だと思ってキットカット。え、わかんないです。はい、黄色ですかこれは。木？あ、合ってる合ってる。じゃあここは繋がってる。タケルとかバカタレだってだけじゃん。じゃあまだ1ミスだぞ。はい、これは、これ何、木。え、これ何だと思った。俺わかんないんだけど、これ何、これカップラーメン、何これ、木になるのこれ。トータルタンクシュミレーター、太鼓は？は？こいつ頭おかしいな。はい、ニトロール目。え、わかったっしょ、これ。え、鉛筆で積み木だけど。鉛筆積み木。のじゃじゃは？のじゃ鉛筆でしょ、これ。家鉛筆。え、そう、これだよね、問題は。確かに家だけどさ。これ何これ？え、家じゃないっしょ。何これ？戦犯じゃない？ここでぶっ壊れたよね。ちくわ。は？は？はい、3トロール目出ました。これは？スイッチ、ち。はい。のるのるさんは？猫の助はどうす、本当にこうやってアシーさんが投げてくれてるのに、最近やっと当たったスイッチ。これは、これ何、何だと思って何作った。島、ママ。はい、4トロール目出ました。これリストカットだろ。終わり、リストカット。はい、これは、え、せんやくんは何だと思って王にしたの。あ、長月か。ごめん。長月もせんやも一緒 だから忘れちゃった。これ、ほうきじゃん。ほうきダメだよ。人参っぽかったけど、まあ、ほうきトロールだから5個だな。5トロール目だな。しりとりしたことある？しりとりしたことあるか、こいつら。これ何、味噌スープ。え、だ、これズッキーニでしょ、これ。明らかに水ズッキーニじゃないのって俺思ったけど、これ何、人参に見えるよね、これ何。はい、6トロール目。はい、ズッキーニ、水でしょ、これ。これ何だと思ってみにしたの。みで終わる、これ。これ誰、これ分かんなかったのに、炭から水に、なんかもうわかんないからしょうがないみたいな感じで。これ何？これ倉持か。わかんないの？これな、何？じゃあ倉持の答えをちょっと言ってもらおうぜ。ヘイホーおっぱい。は？おっぱい見たことないのか？バカにしてんの？これはコノア？ヘイホー、ヘイホーしか思いつきませんでした。これ何？これわかんない。俺これ炭火焼きと思ったんだけど。炭火か炭火焼きかなみたいな。これ何？ミンミンゼミ。は？
セミ見たことあるん。先生、これはジュース炭でしょ。はいはい。書き釜はオレンジジュース。これはみかん、うるせえ、オレンジだろこれ。これ塩かなと思ったんだけど、寿司、シリアル。は？シリアル？これは信号を牛にした、意味わからんけど、あ、これ出た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 、やばいやつ、やばいやつ出た。イカスミパスタ、太鼓。太鼓？頭おかしいやつ太鼓選びがち。これはもう何とロール目か忘れたわ。金魚、夜空。ごめん、わかんないわ。これはこれ金魚なの？木から金魚。俺わかんなかったな。オレンジ色ってのでもうわかんなかった。金魚までいかなかったな。これはわかるでしょ。木誰？目玉焼きから。はい、目玉焼きはこれ誰だ。目玉焼き、ダミトモくんか。ここら辺はよく頑張ったよね。カエルか。枝豆め、そう、枝豆だよねこれ多分。おつん、ししとう、は？これはクエスチョンマーク、くし。これはいかんのい。え？は？頭おかしいな。え、マジ頭、え？は？これはこれも先般だと思うんだけど、これ何？前のやつのせいでもあるが、何これ？ゴミ箱、は？何捨ててんのこれ？俺さ、最初さ、コンドームの箱でも作ってんのかなと思ったんだけど、ゴムかみたいな。でもそれだったらなんかリンゴゴムかなみたいな。これはリンゴでしょ多分。しりとりの最初はリンゴでしょ。はい、ということで、なんかこういうのね、トロールするやつってなんとなくトロールしそうな空気出してるやつだよな。ごめんなさい。俺的に一番ひどいと思ったのは味噌スープと、これいつかな、太鼓の達人かな。太鼓の達人はまあひどかったような気がする。あとこれ、ちくわ。これちくわやばくない？さすがにちくわはやばいだろ。これのじゃじゃのせいじゃないの？これ家にしか見えないもん。これちくわになんで見えんの？これがどう見たらちくわなの？これ食ったことないでしょ。普通ちくわだったらさ、めちゃくちゃ細長くこう作らない？太くし、こうやってだったらまあちくわかなって気がするけど、これただのなんか家じゃね。あ、切ってるやつか。お母さんが切ったやつしか見たことないってことか。あ、やめてよ。じじい。